トレー付きアクセサリースタンドを作っていきます。で、仮留めをしますね。丁寧に乗せて合わせていきます。で、1回で2回、ここを丁寧に乗せてね、止めながらね、なぞっていきます。で、ここの切る位置で切りますね。こちら側もですね。こちらはね、パーツ A2 個が揃うと綺麗ですので、しっかり型紙に合わせながら作っていきます。止めます、はい、そしてこのね、パーツ B の真ん中に合わせていきます。こう1回2回からここのね、ラインをなぞっていきます。ね、はい、で、ここで買ったら今度こっち側ですね。で、これをこのようにね、2つ作ります。このようにこうなだらかに90度ぐらい、ただこれをね、2つ作ります。ここにフックを引っ掛けて、こんな風に留めていきます。はい。で、型紙は留めました。はい。これで完成です。